はい、この間の富山戦の反省というか、天皇杯の決勝で負けた、川崎戦の反省というところからの、流れで、なかなかこう自分たちで表現できなかったんですけど、この間のその富山での負けを、本当にいいきっかけにして、変わっていこうというところで、今日は本当に40分間通して、ディフェンスの強度とかコミュニケーションとかそういう部分はある程度高いレベルでできたんじゃないかなと思いますし、どういうゲームでも相手がどこでもやっぱり自分たちのそういう部分をしっかり出していくっていうのがもう今の課題なので、明日また今日以上にもっともっとやっていけるような部分っていうのを、しっかり映像を見て選手に伝えて選手をプッシュしていきたいなと思います。その川崎戦と富山戦の反省というところでいうと、おそらくこうスリーポイントの部分の守備というところになるのかなとは思うんですが、今日もこう少し、序盤で言えば少しこう決められたシーンがありましたけれども、そこでこうたちのやるべきことを見失わず集中できたというところが今日の評価すべきポイントというふうに考えていますでしょうか。そうですね、スリーポイントをもちろんやられたくないって、うちのチームはずっとね、そこをやられないようにっていうところでディフェンスの部分作ってきてるんで、そこもちろんあれなんですけど、全体的なその強度をディフェンス始める位置とかもらわせる位置とかっていうところの部分をやっぱり富山戦の前半もそうだったし、川崎戦も相手がやっぱりやりたいようにプレーしてたりとか、そのプレータイムがうちより長い選手がいっぱいいる中で、うちの方がそういうふうにアグレッシブにできなかったっていうところの反省があったんで、今日はそこをしっかりできたんじゃないかなと思いますけど。あえて明日に向けた修正点を挙げるとすればどんなところでしょうか。まだね、こう守り方こうしようっていうところで、それが徹底できなくて、シュート決められたりとか、なんていうのかな、あとコミュニケーションミスとかで少しやられた部分とか、マッチアップ遅かったりとか、結構上げればいっぱいまだあったり、あとは相手のフォーメーションが分かった時点での僕らコーチ陣としてもうちょっと早く選手にこう相手の動き伝えるとか、そういう部分もやっぱすごい大事になってくると思うんで、その辺はコーチ陣もそうだし、選手側もお互いのこう反省として持っているんで、そこを明日また徹底してディフェンスからやっていきたいというところと、オフェンスもね、全て良かったわけじゃないんで、こういう展開だからいいっていうのはなくしたいなって思ってるんで、実際そこで本当にそのオフェンスの選択で良かったのかとか、本当にそういう、自分たちをずっと問い続けるっていう作業がもうこの残り15試合必要だと思ってるんで、それは明日もやれればいいかなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。1点は今の話でも、あるいは富山戦の後でも、ディフェンスのコミュニケーションミスだったり、出だしの強度のところっていう2つのポイントを繰り返し言われてましたけど、選手たちに言ったのは、その2つのポイントができてないからこうなってるんだよっていうことなのか、もうちょっと広い、なんでお前らディフェンスができてないんだろうっていう感じの言い方というか、そういうところで徹底して話していくのか、それってどういうふうに認識すればいいんですか。言ってることは多分僕ずっと同じこと言ってるような気もしますし、同じような言い方ですけど、この間の富山戦は笹が映像終わった後、見せるときにやっぱり自分たちが追い上げてる時のディフェンスとやられ続けてる時のディフェンスの差だったり。そういうのを映像で見せたり、スイッチミスでスリーポイントを、何本もやられてるシーンとかもやっぱ見せて、コミュニケーションを取る取り方、その事象が起こる寸前にコミュニケーション取ったってもう遅いっていう部分とかっていうのを、しっかり分からせられたというか、勝ってる時もいっぱいあったんですけど、結局勝ってるからっていうので、本当になんていうのかな、チームに伝わっていかなかった部分っていうのが、もう本当にこの間の負けによってまた認識させられたというか、だからこれを最後にしたいなと思いますね、そういう認識をするっていうのは。はい、今日鵤選手も怪我から戻ってきましたけど、例えばスタッツ出るデータから全部で、ランキングとか見ると、日本人で一番ディフェンスでブレックスの貢献度が高いのはイカルガ選手だったり、まあ、例えばじゃあこれまではエースは必ず遠藤選手がつくけど、今、遠藤選手もイカルガ選手もつけるっていうような状況だと思うんですけど、イカルガ選手はそういうディフェンスでの貢献っていうのは、具体的にコーチとしてはどういうところが高いなっていう考えてますか？まあ読みはもうめちゃくちゃいいですよね、政治は。あとこういつもそのスカウティングとかでやっぱりこう全員確認するんですけど、そういう時のミスが少ないというか、だからまあしっかりこう頭で把握できているという相手の動きだったり、相手がこうなったらこういうディフェンスをするとかっていう、その把握能力が結構高いのかなっていうのがあって、まあ、プラスだからやっぱさ、フィジカルと身長でガードからビッグマンまで守れるっていうところの部分っていう強みがかなりあるんで、やっぱりこうねポイントガードとしてやっぱ前からつくことが多くなりますけど、まあ、そこをこう政治から本当にやり始めるっていう意識を今日本当に持ってやってくれたんで、その分ディフェンスがこう締まったかなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。安西ヘッドコーチは以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。